ーシャル、カーター&ダーク社の記録より抜粋した SCP-753 の画像。アイテム番号、SCP-753。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-753 は現在セクター28に収容され、に位置する SCP-753 は常時監視カメラ監視の6メートル ×6 メートル保持セルに収容されることになっています。SCP-753 は各原色顔料5リットル、加えて24枚の標準的な絵画館パスを毎日支給されることになっています。SCP-753 の作成した絵画はすべて研究職員が記録することになっています。SCP-753 が自滅しようとする場合には、保安職員は SCP-753 を制止して、居合わせの研究職員の追加指示を待つことになっています。説明。SCP-753 は非常に先進的な自動人形であり、直径およそ10センチメートル、幅6センチメートル、高さ8センチメートルあります。SCP-753 は炎上の主要部からピンセット用の支部を2本所有しています。これは低速に地上を移動するために用いられます。このことは SCP-753 の移動機能が未知の時点で損傷を受けたためであるようです。SCP-753 は胴体の中心部に人間の目に似た赤色の感覚器官を有します。SCP-753 の目は有機的であるように見えますが、人工的産物であるようです。目も同様に損傷を受け、SCP-753 は部分的に盲目です。マーシャル、カーター&アンダークルトド、ロゴが、SCP-753 の背部に彫り込まれています。SCP-753 の内部分析は、これは動作に極めて小さな球状の、脳、に調整される原始的な神経系を用いているということを示しています。SCP-753 の胴体上部は小型の受信機であり、現在その目的は不明です。SCP-753 は置かれている環境に気づいていないように見え、職員が存在しているということを認識しません。SCP-753 の主目的は絵画の作成であるように見えます。SCP-753 の生産する絵は非常に写実的でありますが、実際の所在とは一致しません。最近の SCP-753 の生産する絵の大部分は、何らかの形で SCP-753 の死と関わり合いを持たせています。はじめ SCP-753 は所有者が、壊れた、と不満を言うとのことでマーシャル、カーター&ダーク社の元へ返品されました。財団の20スパイは焼却前の SCP-753 を回収しました。SCP-753 は、普段1時間に1枚の絵画を作成します。SCP-753 に十分な顔料及び絵画館パスが支給されていないとき、最少1週間超の休止状態に突入するように見えます。このことは研究に重大な支障を与えるため、SCP-753 は常時、顔料及び絵画館パスが支給されることになっています。SCP-753 は絵画に関心がないように見え、完成させ次第それらを無視します。絵画6、時間作成した絵画、1時分 AM 海の画像。水は赤色に観測されました。カモノハシに似た未知の水生生物が水面から飛び跳ねています。より詳細な検査により、SCP-753 はその生物の顎で押しつぶされているということが判明しました。2時24分 AM 点火された炉の画像。未知の赤色のヒューマノイドが炉の外を登っています。SCP-753 は炉の中に見て取れます。3時14分 AM 制裁に対する人の瞳の画像。SCP-753 は瞳に漂いそれを観察しています。4時21分 AM 都市の画像。都市には雲の巣が張られ、巨大な雲が住んでいるように見えます。SCP-753 は雲の巣に囚われ、雲がその方向へ向かっているように見えます。5時11分 AM 核爆発の画像。SCP-753 に似たシルエットが爆発の中に見えます。6時2分 AM SCP-753 の封じ込め区域の画像。SCP-753 はシャットダウンしているように見えます。研究助手は SCP-753 を検査しています。
より詳細な分析により研究助手の目が欠落していることが示されました。6時59分 AM セクター28の廃棄施設の画像。保全労働員は焼却炉を作動させています。廃棄物の中に紛れ込む SCP-753 が見て取れます。7時42分 AM レストランの画像。得意客が天井から落ちるシャンデリアを指差しています。SCP-753 はシャンデリアの下に見て取れます。8時35分 AM 小屋の画像。斧と壊された SCP-753 を持った男性が小屋の方へ歩いています。9時27分 AM 砂漠の画像。6本の足を持った狼に似た生物が SCP-753 を破壊するところです。10時12分 AM 森の画像。霞がかった人影が首吊り縄にぶら下がっています。特に SCP-753 の姿は絵画中にないように見えます。11時2分 AM 森の画像。霞がかった人影はもはやぶら下がっていないが、地面で前を見据えています。拳の中に壊れた SCP-753 を持っています。12時29分 AM 前方に SCP-753 を持つ霞がかった人の顔の画像。霞がかった人の顔は怒りをあらわにしている印象を与えます。